こんにちは、すみやです。今日は ASIAIR の使い方解説です。アプリのインストールから電子官房のライブスタックまでのやり方についてで、本日は第1回目です。次の順で解説したいと思います。1つ目はアプリのインストール。2つ目はアプリのバージョンアップの方法。3つ目は曲軸合わせ。4つ目はオートフォーカス。5つ目はプレートソルビング。6つ目はライブスタック。7つ目はヒストグラム調整。8つ目はフラット補正についてです。まずアプリをダウンロードしましょう。プレイストアでASIAIR を検索します。音声入力でも大丈夫です。そうすると一番上に ASIAIR のアプリが表示されます。これをクリックしましょう。そうするとインストール画面に変わります。ただしこのバージョンは 2.0 になります。最新版の 2.1 ではありません。すでにダウンロードしている場合は、開くをクリックすれば、ASIAIR が立ち上がります。バージョンアップするには、ZWO のサイトから最新版をダウンロードします。ZWO のダウンロードセンターにアクセスし、ASIAIR をクリックします。そうすると、iOS 版と Android 版ともに、バージョン 2.1 のアプリがダウンロードできます。スマホやタブレットで QR コードを読み取ると簡単にインストールできます。スマホの画面で ASIAIR バージョン 2.1 アプリケーションとなっていることがわかりますね。ダウンロードが完了したら開くをクリックします。セキュリティの理由からインストールできませんという表示が出ますが、設定をクリックするとインストールできます。この提供元のアプリを許可のボタンをクリックします。インストールをクリックします。アプリをインストールしましたと表示されます。開くをクリックします。エンターデバイスをクリックすると ASIAIR が立ち上がります。次に曲軸合わせを行います。 PA をクリックします。 PA とはポーラーアライメント、北極星に望遠鏡を向けるという意味ですね。赤道儀を大まかに北極星の方に向けます。右の白丸をクリックします。そうすると曲軸合わせが始まります。もし北極星が見えない場合は、見えている星がある方向に向けても曲軸合わせができるようです。画面中央上に天の北極の位置が20円の中心の緑で示されています。青丸は望遠鏡の向きですね。その右に上下と左右の矢印があり、北極からのズレを数値で表示してくれます。これをなるべくゼロに近づくように、赤道儀の上下左右をクランプで調整します。クランプを動かしてから下のリフレッシュをクリックすると、ズレの数値が最新のものになります。オートをチェックしておくと自動で最新のものになりますね。トータルエラーが5分以内まで調整できると、右上の顔のマークが笑顔になります。フィニッシュをクリックして曲軸合わせを割ります。次に望遠鏡のピント合わせをしてみましょう。現在のモードの PA をクリックすると、モードのメニュー一覧が出てきます。その中のフォーカスをクリックします。右の白丸をクリックすると、画面中央に緑の枠が出てきます。これをドラッグして、映っている星に合わせます。それから左のフォーカサーをクリックすると、上下の矢印などが現れます。手動でピントを合わせる場合は、この上下の矢印をクリックします。矢印の下の AF をクリックすると、オートフォーカスモードになります。右の白丸をクリックすると、オートフォーカスが始まります。
左上にピント合わせ中の星が表示されます。その右は星の大きさです。これが一番小さくなるように調整していきます。大きさの変化が緑の点で下のグラフに次々と表示されます。最初はどんどん星が小さくなりますが、次に大きくなります。そしてもう一度小さくなる地点を調べて、最後はオレンジの点で表示されます。これがジャストピントですね。右上の×印をクリックしてオートフォーカスを終わりにします。次に導入したい天体を指定します。虫眼鏡マークをクリックすると、今ターゲットにするのがベストの天体がイラスト入りで表示されます。下にスクロールするとたくさん出てきます。この中から選んでも構いません。星図から天体を指定する方法もあります。フォーカスモードをクリックして、プレビューモードをクリックします。そして、左下の北斗七星のイラストをクリックすると、星図モードになります。ドラッグすると星図が動きます。マウスホイールで拡大縮小ができますね。天体名が分かっている場合は、虫眼鏡マークをクリックして指定することもできます。M と入力すると、メシエ天体が番号順に出てきます。ここでは M8 を選びます。日型星雲ですね。イラストをクリックして Go2 をクリックしてみましょう。Go2M8 と表示されて導入が始まります。初期設定では自動でプレートソルビングが機能しているので、天体を画面中心に表示してくれます。プレートソルビングが成功すると、フィニッシュ、2S、1S、0S とカウントダウンが始まります。2秒、1秒、0秒という意味ですね。右下の緑のバーで撮影データの転送状況がわかりますね。プレビューモードをクリックしてモードを変えます。ライブをクリックします。右の白丸の下の EXP が 1S とあり、露出時間が1秒であることがわかりますね。1秒では映らない淡い天体の場合は露出時間を変えましょう。右の白丸の上の3本線をクリックして EXP を変えます。1S をクリックするとセレクト EXP と表示されます。マウスでドラッグして10を選び、露出時間を10秒に変えました。OK をクリックします。中央に日型星雲が入っていますね。右の白丸の周囲の緑が回り、ライブスタックが行われていることがわかりますね。いかがでしたか？次回はヒストグラムの調整やフラット補正のやり方などを解説したいと思います。乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。